はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ファフィーと申します。今日もですね、ダークソウル2続きをやっていきたいと思うんですが、ですね、まあ、実はさっきからなんぼかしたってないですね。例の気になる場所ですね、あっち行けそうなのになっていうので、結局ぐるぐる回ってわかんなくなっちゃったんですけど、わかりました。ちょっと攻略情報のマップを見せてもらいましたね。ここが開きました。はい、ここ隠し扉ありました。壁ちゃんと調べられてなかったですね。で、ここから先ちょっとまだ行ってないんですけど、ちょっと行ってみましょう。よいしょ。あんまり良くないね。割と押し切れちゃいますね。これは、これなんか壁、なんかサルバンのイメージなんだけどな。ずっといますね、こいつ。なんでだっけ？一外した理由はあるんだっけ？あれ？どこだっけ？これこれ。まだ破れてないよね。危ない。なに？そんなに奥変えれんの？強いね。OK。はい。よっ。どこでしょう？よけ、強い。しまったな、マップ消すんじゃなかった。まあ多分そんなに難しいわけじゃないと思うんですけど。おっとっとっと。はい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 。イェイ。これは？こっちには降りれますね。いけない。そうか。こっちですね。こっちの毛は嫌だな。ここは渡れないと。ああ、でも本当に行きたかった場所ですね。あ、もういないんだ、敵は。OK、OK。はい。なんだ？相当の大弓。ほほう。これはまあ結構強いんじゃないのかな。あ、これプラス5だもんね。結構強いんじゃないですかね。動物の骨を利用した大弓。非常に精緻な作りで、おそらくはラルカナルで作られたものだろうか。その機械な風邸は、祭儀に使うものか、敵を威嚇するためのものだろう。わ、これは確かにごついですな。あ、でも、どうだっけ？これだと。待て。どこなんだ？ちょっと待ってよ。一回こっち降りて。ここじゃなくて、どこだったっけ？あれがありましたよね、もう一つ。こいつ怖いな、毎回落ちてくるんだけど。ここじゃないね、たくさん落ちてくる。
ここだ。ここの道は違うのか、じゃあ。やっぱりもう一回マップ出した方がいいな、これ。これは違う。ここじゃない、ないない。待ってよ。こうか。ちょっと待ってくださいね。やっぱりマップ出そう。ああ、なるほど。ちょっと、多分合ってますね。多分さっきの隠し通路からの行き方がまずかったっぽいですね。でも一回動かないと、やっぱこういうマップも見れないですね、自分で。どっちだっけ？こっちか。ここまではよくて、で、これを開けて、から降りる。うわ、びっくりした。で、降りたら、ここに出る。こっちに行ってなかったんだ。なるほど。物落としくんないね。こう言ってなかったんだね。あ、それでここなんだ。なるほど。で、なんだろうこれ。よいしょ。炎の騎士か。これはまあ悪くないですね。これで全部かな？大体スッキリした感じでしょうか。うんうん。いいね。よしよし。じゃあこれで、ですね、ロエスの騎士はどうも3体みたいですね。なんかすっごい半畜な数字で、あれですけど。よし、戻りましょう。では、一旦ちょっと、マデューラ戻って、この3万ソウルを、一旦、石なり何なりに変えましょう。で、まだ死んでそんなに回数経ってないので、1回で多分クリアはないと思うので、一旦あれでいきましょう。この亡者の状態で、チャレンジしてみたいと思いますよ。こういう流れだと、流れはすごく覚えてるんですけど、ボスの形をさっぱり覚えてないですね。処理はいらない。石で、なもんか。で、お、石ころを買いましょう。さてと、ただ、ポンポンっていうことは多分炎だと思うんですよね。で、炎に対して氷とかはあまりないので、一応炎武器と一緒に、これ持っていこうかな。で、闇キックかな。まあ、とりあえずなんで、炎武器と、
炎魔法闇みたいな感じでいいんじゃないですかね。これでちょっと試してみますか。で、主聖堂ですね。よし、じゃあボス戦いきましょう。まあ、まだあの最後のあの隠しじゃなくてあのチャレンジエリアを除いてあれですね、まあ、ストーリーでは最後のボス、あ、まだまあバンクラトーとかいるからあれか、まあ、ただ DLC、 まあ DLC のボスではっていうかまあいるか、まあでもこの DLC のストーリーでは最後のボスになるのかな。よし、じゃあなんかあの変な感じですけど行ってみましょう。あ、来てますねみんな。あ、最初にいた人を含めて4人なんだ。あ、みんな挨拶してくれた。頑張ろうぜ。あー、いるね、ちゃんといるね、4人。あ、ちょっとさすが装備これまずいね。盾と、まあどうせ盾受けできないんだろうけどね。あー、だっけ、ここなんか、まあいいや、何してくるかわかんないんだよね。炎はありそうだから炎をつけとくか。あとはもう回避重視でいきましょう。じゃあいきますか。まずは1戦目、いきなりってことはないと思うけど、まあ、倒せたら倒せたで、それはそれとしましょう。ちょっと誰か、おっと、待て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 。これ大丈夫か？あ、痛くなかった。痛いのかと思って。さあ、みんな来ましたね。5人パーティーだ。これでね、お、待て待て待て。けど痛いわ。まずい。みんな来たらダメ、みんな来たらダメよ。私じゃない、味方じゃない、仲間と思ってた。待て待て待て、お前らちょっと友達にぶつくって、よし、割と私にヘイトが集まるんだな。よし、オッケー。なんだなんだ。あ、そうそう、あんな感じで、あのね、戸を閉めてくれるんですよね。わ、閉まってるね。よしよし、いいぞ。なんか落ちてるぞ。落ちて。どうぞ。あ、ね、確か。バックスター取れないんだ。パリは取れる。炎とかね。刀タイプ。いやらしいぞ。こう締めてくれるのはありがたいが、友達が減るのはつらい。そしていないんじゃない？危ねえなこいつら。
ちょっと待って、みんな いなくなるなよ、一人しないでくれ。うわやべえ、ちょっと待って、みんな落ちる前にもうちょっとやることがあったんじゃないかな。これはきついぞ、やべえやべえ。どうしよう、まずいまずいまずいんだ。これを抜ければといける。あ、違う違う、えい、一つかすってるよ。入れた、あんまり入らないな。いやでもやっぱりあれを上げただけに、強いのは強いね。やべやべ、怖え、ひどいよこれ。あぶね、あぶねえよ、あぶ、あつ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 、ベストがない。あと何人？オッケー。火はでも入ってる気がするな。倒したよ。さあこっからだ。ちょっとひどい状態ですが、ボスはおそらく出るはず。どこだ、こっちか、こっちか、こっち、こっち、だ。焼けた白鵬、え？っていうことは白鵬が相手になるのか。わ、これは王様だわ。おっと、これはちょっとアルトリウスっぽいね。はい、行きな、ほい、かすかった。やらしてはくれないよね。なんだそれ。うわー、カードできない攻撃か、やられた。なるほど、一つ覚えた、強い。これはでもちょっときついですね。間がちょっとめちゃくちゃ、白を出すまでが辛すぎる。
どうしようかな。ちょっとこのまま続けるよりは生身になって、おそらくこれ誰か呼べるでしょう。結局誰もいなくなるんだね。で、装備品はどうしようかな。炎はあってもいいと思う。この辺もこれでもいいような気はするな。隙が少ないものを使うか、一撃でダウンが取れるあのグレクラとかを使うかっていう感じですかね。グレクラ持っていきましょうか。とこれで魔法と。一応エンチャントをつけるか。 49.1 っていう重さが気になるな。グレクラが重たいのか。それかエンチャントサンティとかで無理やり削り切ってしまうとかっていうのも一つの手ですよね。これそうなんですよね。 49.1 ぐらいになるとさすがに結構距離が短くなるんでですね、あんまりダウン取れなかった時がね辛いですし、強靭削りいけそうなではやりたいかな。でも魔法にするか。魔法入らないわけじゃなさそうなので、で あるね、やっぱり、うん、誰だい、弓の人だったかね。ちょっと小無双みたいに見えますね。面白いな。あ、もう一つある。あれ、これルカティン、ルカティエルですかね。ルカティエルもそういえば最近っていうか結局イベントを失敗したっぽいですね。全然会えなくなりました。これはもうタゲ取ってもらってる間にガンガン飛ばせっていう感じですね。ルカティンと、これは誰か、送信のシェイ。ほうほう、ルカティンは特に何か、あ、いや、ああ、どうも下座がない。そんなことしなくてもいいっすよ。よし、頑張りましょう。じゃあルカティン久しぶりだな。あー、ののってやつか。すいません。行こう。よし、これで大人数対大人数だ。すごいぞ。次世代機ならではの動かし方ができるんじゃねえか。いいかな。じゃあみんな行くぜ。よし、おりゃ、突撃。お、よし、行くよ。ガンガン行け。よし、一つ。いいぞ。いいペースだ、みんな。
か。ちょっと待って、一回回復しよう。まずはみんなで削ったやつから集中攻撃で倒そう。やめろ。いいぞいいぞ。やれやれ、集中攻撃だ。みんなで一人狙いするんじゃ。パティン結構減ったな。もうあぶね。ルカティンを守れ。ルカティン元気か。ポケットすんな。来てはいるね。よし、いい、それでいい。来てればいい。来たね。まず最初は、自分が狙われるようなら、って言うけど、厳しいね。な、どうだろう。ちょっとだけ門は開いてるのか。ついな、序盤は圧倒的有利に見えたんですけどね。ちょっとスペルの構成を変えましょう。闇の霧一発入れるか。結晶入れて、これを外して魔法を増やす、これかで、エンチャント結構群れてるからね、毒斬り効くんじゃないかなと思って。グレクラ使うべきかな。動きが止められればっていうとこですね。まあいいか、試して使ってみましょうか。味方はちょっと、味方は一回今回なしで、あのグレクラをで潰しが効くのかどうかっていうのを見に行きましょう。あと最初に逃げ回るよりはやっぱりガンガン行った方が良さそうですね。オッケー。まあめげないめげない。よいしょ。気
気がついたら30分は経ってましたか。さあフルコントン行きましょう。毒入ってないね。まあまあちょっともう一回行きましょう。何から行くかだよね。先制パンチを何で行くかでちょっと悩みますね。まずはグレクラ使ってみますか。割と人数たくさんいますけど、的確に私を狙ってくるなっていう気がしますね。ほい、これよし、押し切らんのか。当たってない。助かった。あぶねあぶね、せいせい、あつあつせい、使うやつやっぱりちょっと嫌ですね。あー、グレクラが壊れるよ。ほら、なんと、オッケー。これで出現か。ちょっとスタート、あ、これで全部、あ、落ちたね。これで2対2かだよね。あれ3つしかないじゃん。これだけだもんか。来いよ。
ありがとう。間違えた。これは回避しなきゃダメだ。あぶね。うおっ。ああ、回復させてくれた。あ、来いよ。強い。回復だ。だけどな、いけそうだったけど強い。ていうか切れるんだね。ずっとあれまとったまんまと思ってたけど、やっぱり、うん、そうだな、かわせればいける感じがするけど、グレクラ、グレクラどうだろう、強いのは強いけど、あとこの炎ですよね。スペルちょっと見直すか。範囲系でいいような気はするけど、なんか毒じゃないような気がしますね。魔法な感じがするなこれ。マクソウルか、割とみんな群れてるからね、いいような気がするんだけど、一応これ入れてみますか、聞けばっていう感じ。エンチャント2つ目、で白王戦は正直言うとあまり魔法使う余裕はないからね。魔法の杖だけでいこうか。で今日はまあ間で暇があればっていう感じでいきましょうか。そうだな、あとは白鵬とやるときの装備がこれで果たしていいのかっていう感じですよね。ただ隙がなくていいのはすごく使いやすい、すごく使いやすいです。
そう思うと、でもこれで、これですからね、よく考えたらめちゃくちゃ強くないですか、これ。あ、そう思うとレイピアだって結構強いんですよね。これでいくか。削れそうでしたしね、ちょっとね。オッケーオッケー。ではでは、ね、まずは結晶魔法を、これはつけておきたいかな。これ削るんならこの辺りか。流因の指輪、いやでも、あ、もうそれほど持ったからって言ってあんまり頼れるところまではおそらくいかないとは思うんですよね。それは炎をカットしてくれた方がいいような気がする。まずはグレクラにエンチャントして、いや、エンチャントは後だな。どうだろう、どっちで戦うかによりますね。これはこっちじゃなくてこっちにしましょう。あ、どうしようかな。もう一回だけ、これで行ってみて、でそれでその後あの仲間呼びましょう。まずは、結晶魔法じゃなくて、で、あの、望郷使ってみましょう。望郷が効くのかどうかっていうのをね、多分効かないと思う。まあ、いろいろまずは試してみることが大事ですね。雑魚判定のやつはよくわかんないんですよね。よし。よし、じゃあみんな頑張ろう。誰も行かないね。まあまあまあ、そうだよね。まあそう思った。わあ、すげえと。これいらねえな。ダメダメダメ、魔法はダメだ。さすがにこの連中の中に突っ込むのは危なすぎる。やるんなら遠くから撃つ。しかもあの闇の弾みたいな感じで速いのじゃないと危ないことこの上なしだわ。ではこれいらない、これいらない、これもいらない、これもいらない、ではエンチャを残して、闇の玉、毒一をもう一回持ってってみますか。で、残りを闇の玉にしましょう。で、で、杖もこれを外して、これに変える。最初は弾音か、ごめんなさい、もう一回いきます。闇の弾を打って、で、牽制しつつ固まってきたら、程よく固まってきたらぐるぐる回りながら毒でも打ちますか。でもどちらかというとね、後ろで呪術使ってるやつをどうにかした方がいいような気はするんですよね。あいつが結構みんなの体力を削り切ってるような気がしますね。
われてます。もういなくなるのか、一人。ナイス。はい、終わり。はい、よっ。まずい。炎ひるみのところうまくやられた。オッケー、ナイス、いいよ。まだいる、来るね。回復して、結晶魔法に変える。これでいいのか。スタミナがない。くそ、せっかくおとりになってくれたのに、ごめん。よし、いいよ。これ避けれない。強い。
ちょっとラストチャンス、ラスト1回にしましょう。次を、みんなを友達連れて行ってやりましょう。どうするかな。あの串刺し攻撃をちゃんと避けないとダメですね。あれは絶対避けないとダメだ。じゃあそうだね、あんまり効果的な魔法が実際ないんですよね、正直言うと。ここまで来るとね、鉄の方が頼りになりますね、多分。17.2か、重たいよね。レクラとこれだけで、さてはこれでいい。5.3、 まあ 45.3 なら悪くはないか。どれくらいになる？あ、もう敏捷110以上はいかないか。一応35でも一緒なんだね。あ、じゃあこれはもう意味ないな。あ、それならやっぱり炎かな。やっぱりあいつが。あ、そうか。ちょっと一回やりましょう。まあ、これでも結構軽い方だとは思いますけどね。アマナのおかげでだいぶ人のゾーンも戻ってきたな。よし、じゃあ行きましょう。まずはみんなのためにちょっと梅雨払いをしつつ、あの動きを封じながら行きましょうかね。あ、違う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 、立ち呼ばない。え？チェイさんとカキエル。チェイさんの土下座はびっくりしたけど。してる。すみません。カキエルは行くよっていう感じですね。よし、行こう。まあ入場してからでいいですね、エンチャントが。行くよ行くよ。よし、行こう。で、まずは強い魔法の武器を使いましょう。私がやるべきはあいつですね。あ、あれ決まっていないのか。待てよ、ランダムか。しまった。みんなを援護しつつ、つか、えい、いいぞ。やめんしゃい、やめんしゃい。ナイス、ほれ。
ベイ。はい、 OK、 いいよ。はい、ルカティに何するんじゃい、ボケ。ほら。いますね。これはどうするかな。結晶魔法を使おう。もうしよっか。よし、少人数だ。ナイス。ロロしないで。なんかひるんでるよ。なんか回復。みんな生きてるか。のうちにやらしてねえか。みんな生きてるからね、離れろ。かわす、ポンポン、かわす。大丈夫か。よしよしよし、どうした。まだもうないよな。いや、よくみんな生きてくれた、ありがとう。消えていった。おお、倒したよかった。いや、もう数の暴力だったですけど、いや、これはみんなの力でしたね。ここ最近友達がいると辛い場面が多かったですけど。ではこれを拾いましょうか。白王の冠ですね。古き花王の冠はかすかな熱を帯びている。よし、見ますか。なんかちょっと違いますね。かつてこの地を滑った王、白王の冠、冒頭の火を鎮めるために王は極限に大聖堂を建立した。だが自らのソウルが枯渇すると、いつしか傍らにいたアルシェナに全てを託し、人知れず消えていった。王の名はすでに失われている。かっこいい。
なんかでもお姫様みたいな感じですね。ちょっとよし、じゃあ戻りましょう。すいません、ちょっと1時間オーバーしてますけど、このままちょっとアルシェナと話をして終わりましょう。終わったよ。You've granted my one wish. Now I have no regrets. I was born amidst the dark.Long ago, in the depths of the abyss, my father perished. The dark shattered into tiny pieces, one of which was me. How frightened I was. A frail thing, born from but a splinter of dark.I felt that I might simply disappear. I am, in fact, the incarnation of my father's fears. I saw that the king of this land was strong. I sought him only to sustain myself, to smother my fears.I realize that he may have known all along. I was born of fear, and my lord provided comfort. And so, here I remain, heiress to my lord's wishes, watching over chaos.Until the end of time. なんかでも本当、まあ、これまでもおそらくこの王とそのなんていうんですかね、こう闇の巫女っていう言い方の方がいいのかな、いやまあ闇の娘とも言えるんでしょうか、だからそういう関係がちょっと悲しかったりですね、ナドラのところもなんだかこうちょっとその鉄の皇后っていうのがこう装備品とか見るとこう弱き王っていうのが出てですね、まあ、そのあたりをまた助ける人だったのかもしれないですし、まあ、その辺はまたいろんな考察ができるのかもしれませんが、まあ、もしかしたらあの裏で操ってたりとかもあるのかもしれませんが、おそらくこうデュナシャンドラであったりナドラであったり、まあ、このアルシュナとかもそうなんですけど、あの、まあ、みんな闇から生まれたものではないかとは思うんですけどね、それとまた火を継ぐいわゆるこう王っていう存在との関係っていうのが なんだかこう不思議で面白いというか、私はあんまりこう上手に言葉が作れないのと、あのきちんとまたあの読み込んでた時期もあるんですけど、今もう一回読み直してるっていうわけではないんでね、あれなんですけど、まあ、その辺もまたいろんなお話を聞いていくのも楽しいゲームですね。まだ話ができるかな。ああ、そうですね。そうそう。これで、ソウルを渡していくと、あれかな。あのさっきのあの湧いてた兵士がソウルを渡していく、確かこれ上まで上がれた気がするんだよね、前はそこまでやりましたね、そういえば今モアモアで見えないですけど確か会えるはずなんです、ね、まあまあ、まあひとまず今日はここまでしましょう、ちょっと1時間超えちゃいましたしね、まあ
そうですね、一応 DLC もすべてクリアということで、まあ、まだちょっとあのチャレンジステージが残ってますけどね、そちらの方をまだ続きをやっていきます。で、次回はどうしましょうかね。まずこの冠を見せに行くのも一つかなと思いますね。あのバンクラット王にですね、でそろそろバンクラット王とも、決戦しなきゃいけないかな。あのうろうろしてるバンクラット王ですね、まあ、強さは私も十分だとは思うので、まあ、そちらの方もありますが、どっちを、まあでもチャレンジステージかな。でもこのカムリはせっかくもらったので、ちょっと見せに行きたいですよね。多分ね、それプラスバンクラット王を倒して普通の王のカムリをもらうんじゃなかったかな。すべて集まると、まあ得点みたいな感じだったと思います。まあ今日はとりあえずここまでということで、なんとか無事に、まあ最後のボス、あの鏡の中からですね、あのロイエスの騎士たちがこうわらわら出てくるのは覚えてたんですよね。でそれを封じてくれるのがあの連れてきたロイエスの騎士たちなんですけど、最後誰だったっけと思ったんですけど、まあまんま白王でしたね。白王もだからそういう意味では本当に飲まれたような形になるんですかね。まあなかなかこの辺りも想像がはかどるとこですが、はい、いかがだったでしょうか。では、まだもうちょっと続きますからね。では、ひとまず今日はここまでにしましょう。長時間すいませんでした。またよかったらお会いしましょうね。では、今日のところはこれで失礼します。さよなら。バイバイ。